タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。まずお話があります。新しくカメラを買いました。それが今撮影しているカメラでございまして、キャノンのアイビス HF-G20 というカメラなんですが、こちらね、あたりなりゆきさんが使ってたカメラです。あたりなりゆきさんはね、すごいね、面白い方ですよね。ほんと面白くて、ほんと芸能人なんじゃないかっていうぐらい面白い方なんで、見習わせていただきたいなと思いまして、今回ね、綺麗に、より鮮明に高画質で撮りたいなと思いまして、このカメラを買いました。以前使ってたカメラはね、ソニーのね、HDR-PJ670 というね、プロジェクター付きのね、カメラだったんですけど、画質が荒かったんですよ。だからね、新しく本当にね、買いたいなと思ってたんですよ、ずっと。ついに買っちゃいました。新たなタカチャンネルワールドへようこそ。今回はですね、劇場版仮面ライダービルド、ウィーザワン、そして、怪盗戦隊、ルパンレンジャー、VS、警察戦隊、パトレンジャー、アンフィルム、こちらの映画の感想を言っていきたいと思います。若干ネタバレあるんで、そこだけは注意してみてください。ネタバレが嫌だよという人はね、ここで動画を止めてもらって、映画をぜひ見に行ってください。よろしくお願いします。東映の宣伝マンじゃないですよ。こちらのね、怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーの感想を言っていきたいと思います。まずね、エキサイティング！オープニングからしてかっ飛ばしてましたね。本当に戦いのシーンだったんですけど、戦いのシーン主題歌がね、流れて、すごくかっこよかったですよね。ギャングラーがすごい強くて、ココリコ田中さんの演技も良かったですね。しっかりした演技してましたね。赤い戦士2人、そのパトレン1号とルパンレッド2人がね、共に戦うまでの過程がね、心理描写がね、すごくね、克明に描かれてまして、とても面白かったです。スーパー戦隊の映画、歴代ナンバーワンの映画でしたね。こちらのルパン X パトレン X はね、出番がちょっと少なかったですね。そこがちょっと残念でしたね。でもね、面白かったです。本当に純粋に楽しみましたね。本当ね、こうやってね、ルパンレンジャーとパトレンジャーがね、共闘するっていう、共に戦うっていうね、テレビシリーズでもね、もうすでに戦ってはいるんですが、共にね、戦ってはいるんですが、いつね、このね、テレビシリーズの話になりますけど、いつテレビシリーズでこのパトレンジャーが、ルパンレンジャーの正体を知るのかなっていうのが気になりますよね。ルパントリコール。このカラフルなデザイン、そう、ルパンレンジャー3人がね、合体した姿なんですよね。これにも注目ですね。子供から大人まで楽しめる、そんな作品でしたね。というわけで、感想は以上となります。続きまして、劇場版仮面ライダービルド、ビーザワン。こちらの感想を言っていきたいと思います。こちらもメインですよね。より、先ほどのルパンレンジャー VS パトレンジャー以上に大人も子供も楽しめる作品になってます。間違いなく言えますね。で、このテレビシリーズではね、ちょっとね、どんどん衝撃的な事実がね、明らかになっていきますが、1話見逃しちゃうとね、もう、点でわけわかんなくなっちゃいますけど、こちらテレビシリーズ見てなくても、もう単純に楽しめますね。そこがいいとこだなと思いました。あとね、ビルドがね、追いかけられるシーン、民衆から追いかけられるシーンがあるんですが、こちらの撮影がね、すごいね、大規模なロケーションだったみたいで、サッカーのスタジアムとか使ったりして、駆け回って北九州の方でね、撮影したみたいですね。見ててハラハラドキドキしました。そしてね、このね、エボルトがまだ生きてんですよね。エボルトまだ生きてるってことは、これは、このお話は一体テレビシリーズ終了後の話なのか、ちょっとわからないんですよね。ちょっとそこが謎ですよね。ちょっと気になりましたね、そこがね。パラレルなのか、それともテレビシリーズの最終回の前なのか、後なのか、ちょっとわからないですけど、ほんとね、ビーザワンってことで、タイトル通り、二人が一つになる。仮面ライダーダブルを思い出させるようなライダーが登場します。そうです。仮面ライダービルド、クローズビルドホームですね。こちらはね、ほんとね、バンジョ・リューガのね、セリフが面白かったですね。はい、プレ版でね、クローズビルド感がね、発売しますけど、セリフがついてて、ほんと CSM って感じですね、ほんとにね。ベルトで、小林克也さんのボイスで、Are you ready? って言った後に、ダメですって、バンジョが言ったところがね、面白かったですね。はい。
今思い出して笑っちゃいました。そんな感じです。で、あとはね、仮面ライダーブラッドもね、かっこいいんですよね。で、このブラッドはね、3人のね、都知事が、新しい都知事が出てくるんですけど、北斗、生徒、東斗、はい、3人のね、都知事が出てきますけど、はい、生徒の都知事が藤井隆さんで、北斗の都知事が松井玲奈さん、東斗の都知事が勝村政信さんですね。はい、で、この3人がね、合体しちゃって、で、しかもエボルトの力を持つ万丈龍河まで合体してしまって、仮面ライダーブラッドになってしまうんですが、なんとね、あの力で、そう、ジーニアスフォームの力でね、はい、万丈龍河をね、引き寄せて、万丈お前の命をもらうぞって言ってね。そしてミソラがその操られてるシーン、その操られてる時に泣くんですけど、その子がね、ほんと胸が苦しくなるようなシーンでしたね。で、で、涙が流れるんですけど、ミソラからね。で、左腕のバングルにね、涙がついて、それでベルナージュの力がね、復活しだすんですよ。それによって、クローズビルド感がね、できるんですよ。ベストなタイミングでね、出てくるんですよ。そう、藤井隆さんの演技も良かったですね。なかなか面白い。お笑い芸人好きなんで、ほんとやり場のないような悲しみ背負いながら仮面ライダーとして戦ってたビルド、ラブ&ピースのためにね戦ってたビルドがね、でラストカットではね、民衆からね敵対視されてる状態なんですけども、それでもね、少年からね、おじさんありがとうって言われてね、おじさんじゃなくてお兄さんだろって言ってね、いうところがセントらしいなと思いましたね。プライドの高さを物語ってますよね。そんな感じで幕を閉じるんですが、ビルドはね、胸が痛くなるような作品ですよね、本当にね。このね、入場者特典のカード紹介します。パトレーン2号の氷川咲也ですね、入場者。そしてお宝いただきました、怪盗戦隊ルパンレンジャー。こちらはね、宵松東馬ですね。はい、かっこいい。ライダーカードはね、こちらグリスです。グリス、かっこいいですね。グリスはね、プレ版でね、フィギュアーツがね、今月の中旬ぐらいに発送予定なんで、楽しみですね。はい。そしてね、グリスこと、沢渡和美役のね、武田浩平さんなんですけど、僕の1個上ですね。はい。全然年がね、わからない。すごく若い見た目ですよね。1986年の1月14日生まれですね。来週の放送ではね、どうなっちゃうのか気になりますよね。グリスはね、ブリザードナックルを使ってね、変身しましたけど、そしてこのリーフレットですよ。はい、この冬、新たな道を作る。この冬、すべての時を手にする。というわけで、そうです。平成ジェネレーションズは終わってなかったんです。知ってますね、皆さんね。はい。平成ジェネレーションズ。フォーエバーが公開されます。12月22日土曜日ロードショーです。はい、ぜひお楽しみに。このね、ライダー、平成ライダーね、全員が揃ってる、20作品のライダーが全員揃ってるっていうのね、すごいことですよね。はい、しかもこのね、ジオの見た目話題にさらってますよね。ライダーって書いてある見た目、単純な、ほんと単純なルックスですけど、すごくかっこよく見えますよね。クーガから始まってジオで平成が終わるというわけですよ。そして関係ないんですが、 CSM の龍騎、これがね、ちょっとすごい高いですよね。 CSM 龍騎5万円を超えてきたんで、ほんとね、びっくりしちゃったんですが、でもまあそれは仕方ないなと思って、もうね、僕は覚悟を決めて予約しちゃいました。今年の12月発送ですね。それも楽しみ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 です。平成ジェネレーションズ、フォーエバーも楽しみですし、そして仮面ライダージオー9月2日放送開始ですね。はい、それも楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は映画の感想でした。チャンネル登録、コメント、評価お待ちしております。というわけで、次回もまた見てくださいね。グバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、
タケチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。